韓国の人気女性を笑い芸人パクチソンさんが母親と自宅で死亡しているのが発見され、警察が捜査に着手した。2日、警察はパクチソンさんがマポグの自宅で死亡しているのが確認され、正確な死亡経緯を把握している。警察はパクチソンさんが自殺したとみている。韓国 SBS、1日のオンタクト2020カンナムフェスティバル長野坊王子 K-POP コンサート録画放送で、レッドベルベット出演分をカットしたことについて説明。実際の公演時間に比べて放送時間が短かったため、全体的に編集して放送した。ご理解いただきたい。エクソチャニョル、リップシンクならぬ当て振りが話題。元カノ名乗る人物の暴露文から過去のエピソードが続々登場している。アイリーンを占った霊能者が話題。2019年11月、YouTube 番組でアイリーンを鑑定したところ、今はグループにいるからいいけど、ソロで活動してはダメ。俳優に転向しても、何をしても大変と助言していた。